はい。今回はね、複数の仕事をしている人物の絵を描きたいと思います。ね。何をしていると思います？これ。実はね、秋のね、稲の刈り入れをしている人物なんですよ。遠くの方にも人を加えて、こう、手前の人は中腰ですね。奥の人は立ってる人です。そして、田んぼですから、後ろの方にかやぶきの家があります。では塗ってみましょう。まずね、最初に塗る色。黄色ですね。これは稲穂の色でもあるし、秋のイメージを作るための色です。もう、とにかく、最初はこのくらい大きくだよね。そして、まず大切なこの人を描きます。真ん中の人、それからこの人ですね。二人とも白い作業着を着ているという設定で描きますので、白いシャツが白く見えるように、これをね、紅葉のように、周りをね、ぐっと暗く塗るということですね。なかなか最初ね、思い切って暗い色一気に塗れないんですけども、でも白いシャツを描くんだと思ってくれればね、きっと周りを暗く塗れると思います。日陰もこんな暗くですよ。そして、大切なこの人物がまず画面の中にぐっと浮かび上がってくるようにするということが大事だね。どうですか？と、もう二人の人物は、中心になる人物よりも少し弱めで、また単純化して描くようにしましょう。主役は脇役ですよね。でね、こう描いていくとね、ここで気持ちの切り替えが難しいところなんだね。その他のものはね、とにかく単純化して描くということですね。人物に力が入るからみんな力がそのまま入っちゃうんだけども、そうはしない。ですね。さあ、遠くなんか遠景はなおさらですね。大きく、ウェットイメットで描きます。この人はね、稲刈り用の鎌を持ってます。そして手には今刈り取った稲を持ってるんですね。田んぼの地面もね、このくらい色をしっかり使います。やっぱりここで大切なのは明暗ですからね。人物の白いシャツと、そして稲穂が明るく見えるようにします。これはね、今描いてるのは、刈り取った稲を、今、縦にね、こう、なんていうか、干してるところですね。こんな風に、私の子供の頃はみんなこうでした。筆を割って描いてます。ねえ、こんな、雰囲気ね、いいでしょ？さあ、あんまり書き込まないように、自分に注意して。でもこんなね、ハッとするような鮮やかな色が必要ですよ。さあ、だんだん田んぼね、田んぼの地面、遠くの方からまた塗ってきます。手前の方はドライブラシでね、ちょっとガサガサした雰囲気も。このくらい大雑把なタッチも、みんな必要ですね。表現が、みんな同じにならないようにしましょうね。
人物のこの足元の影ですね、これが強く描きます。そして円形は赤と緑の補色を混ぜて、黒っぽいようなですね、そんな色でまとめます。単純化単純化ですよ。もう木もこんな感じだね。うん、遠くはもうなおさらグレーっぽくて単純化です。一番大切なのは手前の稲穂と人物ですからね。あくまでもそこに着目して、遠くは単純化です。まあそうは言ってもね、やっぱり秋の感じのちょっと色も必要ですよね。こんなとこに入れてみましょう。そして絵がだいぶできましたので、また手前に前景に戻ってきて、ここを少しね描き込みます。ほら、こういうの描くとね、ここの人物が何をしてるかが見えてきますよね。面白いね。そしてまた手前の稲穂に色を足してあげて、こう引っかいたりしてね、こんな表現ですよ。ちゃちゃって引っかいちゃいましょう。手に持った鎌をしっかりと書き起こして、そしてこの稲穂のこの色ですね、主役を目立たせますね。さあ、ちょっとさらに、こちらに倒れた黄色い稲穂を書き足して、ああ、これで全体の絵がまとまりました。どうでしょう。はい、これで今回のね、絵の、はい、出来上がりです。はい、描き上がりました。今回は、稲のね、刈り取りする、人々の絵です。そうですね。このように、まあ、動作や仕事をしているね、そういう人物を描こうとすると、やっぱりそれなりにちょっとね、難しいところがありました。まずは、まっすぐに立っている人物がね、描けるということが基本にあると思います。そして、あと複数の人物ですね。距離に応じて、その人物の大小をしっかりつかむことももちろん大切です。ぜひね、あなたもね、このような複数の人物の絵にね、挑戦してみてください。もしよかったら、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後まで、ずっとね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。はい、それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。